どうも、ドーゾルです。はい、ということで本日もこちらキングダム&キャッスルゲーム実況プレイの方をやっていきたいと思います。さあ、ということで城下町を作るね、こちらのゲームなんですけれども、前回ドラゴンがこう寄り道してきて、うわドラゴンやべえと思ったら攻撃してこなかったんですが、今気づいたんだけど、ここ見て、上の、見えるかな、次のドラゴンの攻撃12年って書いてあって、次多分12年後にねドラゴン攻撃してきますわ、やばだからあと12年の間にしっかり防衛施設を整えていかないといけないといったところで、今日はスタートしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ちなみに12年ってあっという間だから、一瞬で1年間過ぎていくんで、ちょっとね気をつけていきたい。あ、これ畑じゃないわ、これなんだ、広場か。幸福度を上げて新しい農民を引きつける。今んとこね、うわベッドも足りない、もうすごい、すごいないろいろ足りなくなるプレイすればするほどね、どん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 、開拓されていく感じはすごい楽しいんですけど、とりあえずお金と食料はだいぶあるよね。今足りてないの何なんだろう。逆に石炭が足りてないか、石炭もうちょっと作るか。石炭炭工場ですね。この炭工場をちょっと何個か作って蓄えるのと、あとは何するべき、防衛施設を作らないといけないから、今日はちょっと白っぽくいきます。白っぽくいきますっていうのもおかしいけど、攻撃範囲に入った敵を攻撃する。砦が高くなるにつれて攻撃範囲が広くなる。なるほど、砦の上に、重ねて、城や塔に建設できる。だからタワーを作るってことか。壁が高いほど敵に破壊されにくい、火に強い。もちろん木の方が火に弱いよね。でも石そんなにないからな。とりあえずタワー1個作っとけばいいかな。どんな感じのが、なんていうの？あ、戦争会議室っていうのが必要っぽい。バリスタ、兵舎、兵っていうのを、あ、将軍が任命できるって、これ作るべきだろ、絶対。将軍大事。将軍大事か分かんないけど大事です。将軍は大事です。だってよ。これとりあえずこんな感じでいいの？なんかめっちゃ城の部分がぶっさいくなんだけど。まあ、いっか。とりあえず作っちゃえ。ここ、こうはできないから、どうしよっかな。なんかこの門みたいなやつうまく活かしたいよな。まあ、いっか、一旦。城が結構ぶちゃいくなんだよな。あ、なんか来た。あ、おめでとうございます。ドズル王国は現在急成長している町。100人が、オッケー。100人、住人が増えましたね。あ、そしてベッドが足りてる。おお、かじってる。やばい。すごい数で。すごい。ちょ、待って。消火器。うわー、危ねえ。いやー、めっちゃ火出てる。ちょ、待って。井戸を作ろう、井戸。風車ってな、水車か。風車がなんとかって言ってたな。隣接してる農場の生産を上げるほか、上げる。これは欲しいですね。風車作っとこう。今すげえかじったなぁ、でも。風車どう回すの？こうでいいのかな？隣接するってことは本当に近くのやつしかダメか。ここにとりあえず風車作っときますね。ここに風車作って、うわぁ、すげえ。ここに蓄えてあったものが全部なくなった。え？木こりの家もなくなった、まさかの。瓦礫って。再建築してみよう。再建築。うわ、蓄えてたもの全部なくなっちゃったのかな、もったいな。R か。どうなったんだろう。蓄えが全部なくなったら相当損だけど。まあ、いい感じにできたかな。木こりさんの家は壊れてないか。OK。いや、やられましたな。で、戦争会議室できてて、ドラゴンの襲撃まだあと9年。あれ、何これ何これ、墓幕。みんな死んでってるの？そういうこと？住人がめっちゃ、幽霊は実在するんだろうか。どういうこと？ああ、みんな怯えてる。やべ、どんどん街違う問題ができてきてるな。ちょっと待って、みんな幽霊に怯えてるから、教会にするか、診療所？何これ、墓マーク何？墓地管理人作ろう、とりあえず。亡くなった人たちの。大丈夫かな？こっちに作っていいよね。とりあえずもうめっちゃ遠くに作ろう、墓地は。墓地作って、こっちまでの道も一応作ってあげよう。みんなが行きやすいように。お墓参りしやすいように。
やべえ、やらんといけんことが無限にある。あとあれって言ってたよな、なんだったっけ、あ、そうそう、火事にならないように、なんかあったような、火事、井戸か、火災が広がる危険も減らせるって。これも作らざるを得ないわ。この病気マーク何、死んでるのかな、それとも病気なのか。みんな大丈夫？わかんないな。うわ、か、あ、これ火事じゃないか。病気なのか死んでるのかわかんないけど、あ、とりあえずでも、みんな運んでってるかな。死んだ人を多分、向こうに、あれしてるのかな。あ、墓地がもっと必要ですって書いてある。オッケーオッケーオッケー。墓地管理人がスペースを使い果たしました。そんなに死んでるんだ。ちゃんと死ぬんだな。ちゃんと死ぬんだなって言い方、ちょっと良くないけど。診療所も作ろう。病院も作ろう。病院も。やべ、やらんといけんことが増えてきた。まあ、楽しいけど。こういうゲームって、なんで面白いんだろうね、こんなに。やってること仕事みたいな感じなのに。まあ、それを言ったらダメか。墓地管理人作ろう、どんどん。お墓こっちね。はい。お墓こっちです、皆さん。お墓が大量に必要になってきそうだな。おお、え、火事が、え、やばい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 、井戸、やばいやばい、なんでこんなかじってる。うわー、小屋がどんどん、やばいやばい、みんながやばい、みんながやばい。なんでこんな火事になったの、大丈夫かな。うわ、幸福度が相当下がってきてる。うひょー、やば。さあ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 、あー、ここが燃えちゃったか。まあ、再建築しとこう。石炭はとりあえずちょっと多くあるから、あんまり増やさなくていいかな。取り壊して、ここに井戸作るか。いやー、もう本当に恐ろしいな。噴水とか作っとったら大丈夫かな。噴水高え、でも。市場とかあるよ。余分な食料と炭を市場に持ち込み、世帯主が利用する。パン屋さんとかもある。いろいろあるな。どれから作っていいかよくわかんねえけど、まあ、一旦ね、井戸をここに建てて、やばい、これみんな死んじゃったのかな。人口が60人になってるんだけど、やばすぎ。嘘でしょ。墓が足りない？墓足りない？まさか。うわ、やばいやばいやばい。どんどん国が崩壊してきてる。このゲームむずくね、結構。だって墓場管理に作る作る作る。墓場でもこのペースだと、もう無限に作らないといけないよ。ここも墓にしていくね、どんどん。さあ、墓場を作って、死んだ人を弔いましょう。いやー、にしてもどうしよっかな。めっちゃでかい墓場みたいにないのかな。今の感じだと。あ、そしてドラゴン来る。あ、ドラゴンまだ来ないか。あ、ドラゴンがあと何年っていうのが消えちゃった。それどころじゃないもんな、今な。よし、オッケー。一旦落ち着いたかな。いや、にしても怖いな。この戦争会議室で、王様、何かが間違っています。将軍を任命する人員がいません。なるほど。将軍なんかしたいな。あ、これ医者とかのあれが少ないのか。医者もうちょっと最優先で。何事もやっぱね、医者と大工さんは大事だから。で、農家も大事でしょ。食料難は本当に避けたい。墓地管理人、人が足りないんだ、全然。やべえ、イベントプランナーって何？イベントプランナー。あと、税をゲットするやつ、軍事訓練とか。軍事訓練もでもやっとくべきだよな。とりあえず命に関わるものは先に上にやろう。命に関わるものはマジで大事。採石所もやった方がいい。農家、墓地管理人、で軍事はもうその次だからね。やっぱこれむずいな、だいぶ。で、これ風車はちょっと早めにやろっか。農家と同じぐらいの。OK。
で墓地管理人がいて、採石場、教会とかも作ろうか。あれはいる？木こりさんはいる？あ、これか、森林労働者。採石労働者と森林労働者は正直この資源がすごい大事になってくるんで最優先でいきたいと思います。軍事を整えるまであれがないな、今余力が我が国家にはすげえ大変まあでも一応、あ、石が足りてない。全然さっきずっと石あれしてなかったんだろうな。食料は大量にあるんで、石とこの木をね蓄えつつ新たなものをどんどん作っていきたいと思います。人口増やさないとな、結構難しいですね、人口増やすのも。あとは教会とかをちょっと整えていくか。庭園、幸福度ボーナスか。おっとバイキングが進行してきた。なんで、どこ。うわ、来てる、海賊来た。かわいいけど、普通に襲ってくんの。嘘でしょ、ちょっとやめて。来るよ。普通に来るよ。ちょ待って、一旦待て。防衛施設そんな作ってないしな。そんなっていうか、一個も作ってねえわ。やば。上に建てればいい？こことか。城の上に建てれるんだ。ここが一番広い。どこまであれできるんだろう。あ、城壁の上に建てなければいけませんって。城の上には建てれないんだ。じゃあちょ待ってよ。城壁をまずは組み立てないといけないんだけど、石が一旦ないから全く。木でちょっと城壁を作って、いやー、これやばいな、マジで。終わったまである。3階層を超えることはできないと。なるほど。まだしょぼいってことか。海賊どこいる？海賊来るぞ。あー、来た。右下から。やべ、間に合わない、アーチャーとは全然。これ、町滅ぼされて終わる、まさか。バッドエンド。とりあえず頑張って。うわー、進行されてる。燃やされた。頑張れ。うわー、普通に。こいつらどこまで燃やしていくんだろう。やべ、燃やされてる、町が。あ、でも普通素通りするときもあるな。帰れ。帰るかな、これ。このまま。帰らないかな、どうなんだろう。あ、で、ちょっと待って。防衛施設も作ろう。アーチあったわ。OK。アーチあったわ、頑張って作って。急いで。この範囲しか守れないんだ、逆にアーチあったわ。もっと、ねえ、がっつり守ってほしいよね。あ、帰ったわ。思ったより雑魚だった。まあ、でも手加減してくれてるんだろうな、初めの方だから、おそらくね。さあ、一旦これで落ち着いてくれると嬉しいけど、教会とか作ろうも。怖いわ、もう。いやー、これ、やばいな、このゲーム、本当に。思ってたよりスリリングなんだが。診療所は作ったでしょ。教会とかあったんだよな。あ、病院とかもあるな。まあでも全然足りない、いろいろ。お金も足りないし。あ、なんかパパパーンって言った。あ、3人誘拐されたって。残念。さあ、といったところで、じゃあ一旦今日はここで終わりにするか。いやー、このゲームね、割と難しいけど、一旦今日は防衛施設も建てれたし、食料は大量にある。だから、次の、まあ、ターンで、ちょっと食料大量にあるから、一旦食料いいわ。次やるべきことなんだろうな。なんだこれは。あ、アーチャータワー従事させないとダメなのか。アーチャータワーに従事させて、食料も作りつつ、人口を増やして、あ、お金が足りないって、運営ができないのか。診療所毎回、あ、年間9ゴールドかかるんだ。やべえ、税金が回っていってない。うわー、すごい。あれですね、あのバイキングの攻撃によってみんなあれを落としてる。幸福度が落ちてる。食べ物はたくさんあるけど、それだけじゃダメっていう、このね、現実世界の難しさよ。まあ、ちょっとね、こちらのゲームも頑張っていきたいなと思います。あ、次ドラゴンが来るしな。あ、しかもここもお金が足りない。税収増やすか。
何にそんなお金かかってんのマジで。お前ら金使うね。ああ、墓地にもお金かかんの。嘘でしょ。最悪や、最悪。ちょっと頑張って、この国を立て直したいと思います。財政改革。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。